さんは日常的に誰でもトイレを利用しますよね。ですがトイレを流された後がどうなっているのか詳しく知っている人は多くないのではないでしょうか。今回は下水処理場で勤務している人のスレになります。このスレは2020年11月に建てられたものです。下水処理場勤務だけど質問ある？これからの時期やばい。感動で迷子になったこともあるわ。感動で言うか水底すぎてピリピリする。さすがにそれはねえけど、全国のテストケースとしておでいを他処理場にパイプ繋いで送ってる。その時は近寄るなと。まあ上で酸素濃度とか硫化水素出てるか見てるけど。何がやばいの？台風で処理が追いつかないのよ。すると下水処理場って何すると思う？溢れ出たお水を下水に流して海にゴー。うんこ魚を人間が食べる。水分浄水した後の残りカスはどこに行くの？焼却炉でも燃やして外部委託か、レンガにする。正解直方って言うんだけど、そのまま流す。大雨くらいなら簡易放流（二次処理水）、雑用水って言って沈殿地で多少きれいにして流す。ちなみに全国にある浸水公園って名がついてるのは全部二次処理水。適当に言ったら当たった。じゃあ親子連れが水遊びしてるあれは。こっちから見るとよく触れんなぁと思うよ本気で。都内有名どころだと轟浸水公園とか。俺は多分一生多摩川に触れない。うんこの感じ楽しい。処理しないで海に放出。すげえ楽しい。天気図見えるようになるし8時間の勤務で1時間くらいしか働いてないで、あとは寝てる。すっかり忘れてた放射性物質の溜まったおでいケーキってどうなったの？放射線ケーキは慣れてる人しかやらん。放射線測定室入るときは防護服着るし。匂いは気にならない？最初は鼻がひん曲がるけど、極論言えば排水口の匂い。ぬときは匂いすらわからないらしいです。汲み取り来たねえ。汲み取りどころか60万人近くのうんこが流れてくるよ。生理用品とか中にポリマー入ってるやつ確実に詰まる。奇跡的に流れてこっちで、しさ攪拌機っていうゴミ取る機械あるんだけど、超ピカピカの真っ白。エリエールや花王の技術力やばいわ。流しちゃダメなのは何？臭そう。魚めっちゃいるんでしょ。放流口の近くで釣りしてる奴らいるけど、正気かよと思って見てる。縁の下の力持ちって感じだな。牛丼屋で働いてた時帰っても牛丼の匂いが取れなかったから、仕事終わったらめっちゃうんこ臭そうだな。肉とか血液たくさん流すとバレる？焼却炉にターボチャージャーついてる？ターボチャージャーが何かわからんが、バーナーでアホほど燃やしてる。下さん持ってる？下さんは考えたけど発給すぎてやめるところ。WA とか公営なら給料いいんだろうけど。今日うんちに手紙入れといたけど見てくれた？うんこの水の中にうっかりスマホ落としちゃったら泳いで取りに行く？沈殿層って言って落ちたら物理的に浮かんでこれないところもあるし、落としたら機械壊れるから始末書だな。全部コンクリで固められてるから電波入らないけど。うんこの監視してるだけで月給30万。都内だと4カ所 （8 カ所）で繋いであるぞ。そこの扉開けるのは銀行の扉より分厚いのがある。パイプで送るってうちのしかしら？細長い大都市。それは本体だけだ。下請けは総資98万とか。その代わり年950くらいある。18万って言ったらフリーターじゃん。だから服用 OK とかいう謎システム。移動できずにまだそのまま保管されてるの？ケーキは外部委託。大型機で測量してから搬送する。玉川って思ったより綺麗だよね。小魚が群れてたり飛び跳ねてたり。席の下なんかたくさんのカモが餌探してたり。立地のおかげ。アユが戻ってきてるらしいけどやめとけ。マジで。検索したら浸水公園は高度処理後の水ということになってたけど。高度処理イコール二次処理水イコール雑用水。別に浴びる分には問題ないよ。最後の遠足はえてないのよ。飲んだらダメだけど。俺は絶対触らないけど。我が目の前でうんこして処理された水で手を洗える？誇りを持ってプロ風吹かせて素晴らしさを語ってくれない？誇り仕事が8時間中1時間で終わる。触ってはいけないもの（劇物）の理解ができる。怠惰残り7時間は快適な場所見つけて寝てるだけ。さすが気持ち的に無理だね。大体下水処理に問題なかったら東京湾で大腸菌検出されるわけないやん。オリンピック前に騒がれてただろ？知らん方が幸せなこともある。合流式なんちゃらってやつ？合流式は古い型（23区）とかだな。最近は分離型（雨水と下水を分ける）に全国が移行してる。以上です。2本目は2015年4月に建てられたスレです。下水処理場で働いてるけど質問ある？何でも答えるよ。臭い？場所によるけど、建物の中は大体臭い。落ちたら、ぬ。この前反応層に落ちて作業員が、棒する事故があった。知ってるから聞いたんだよ。あの事故でと下水の現場はいろいろ厳しくなったな。臭い奴は大体友達？給料高いんだろ？そんなに高くない。暇そう。今は割と暇。下気はやばいよ。処理した水って飲めるの？処理した水は飲めない。川に放流できるレベルまで綺麗にしてるよ。自治体の職員、夜勤もある？民間のプラントを整備する会社。上下水道とかに機械下ろす会社に入ったんだけど、この時期はマジで暇らしいな。大機械屋さんですね。お世話になっています。市町村から委託されて民間企業がやってるの？東京都から工事を請け負ってやってるよ。スカムって何でできてるの？スカムはおでいだな。うちの機場にはスカム隙間っていう、水面に浮いたスカムを処理する機械がある。多分どこもありそうだけど。次年度の契約取れなかった場合とか、年度終わりで契約切れて社内ニートとかならないのか。それはないと思う。別の現場に飛ばされるだけだな。なんでこの時期は暇なの？
あと忙しい時期はいつかとその理由も教えて。この時期は3月で工事が一段落する場合が多いから。理由は公務員が3月までに金を使いたいからだな。忙しい時期は10月から3月にかけて徐々にヤバくなってくる。つまり年度末までに税金使いたいってことだと思う。なるほどな。面白いな、専門的な職業の人の話って。そう言ってもらえると嬉しいよ。まだまだ勉強不足だけどな。去年資格勉強してたけど割と面白いよね。いろんな処理設備の仕組みがあってなるほどな原理になってるのとか。プラントの仕組みは面白いよね。図面とか画面で見るより実際見に行っても面白いかもしれないよ。なんかこのスレ臭くね。悪い、臭くなるのはしょうがないんだ。ズバリ年収は？まだ2年生だし高くはないよ。300から350の間。おでいとか体についたりしないの？長期フスとかこれらになったりしないの？俺はそういう仕事じゃないからよほどのことがない限りつかないよ。そういうことする人は完全防備でやってるから問題なさそうだよ。臭いってことはエアロゾル発生してんじゃないの？普通に感染症のリスクあるような。ごめん、そこは全く関わらないから答えられないわ。というかおでんにまみれて、塗ってこの世で一番嫌な、味方だな。かわいそすぎる。違うな。美少女のうんこ出稿飲みながら、寝るというわけだ。クソジジイクソババアのうんこや各種ゴミまで混じったものだぞ、いくらなんでも嫌だわ。というかいくら最高に可愛い小6女児でもうんこまで食いたくないわ。おしっこはすすりたいが直飲みに限る。マジで最悪すぎる。特に反応層は水と比重が変わっていて人が浮かずにそのまま沈むからやばいよ。10年目で年収どれくらい？わからんけど、普通のリーマンよりはもらえてるんじゃね？汚水ってうんこおしっこだよな。うんこはうんこを沈めるのだろうけどおしっこはどうやって処理するんだ。俺も勉強してからわかったけどその辺の微生物を使って物質を分解するんだよ。その代わり層にエアポンプで空気を送り込んで微生物の働きを超活性化させるみたいな。微生物は普段空気少ないから分解力が抑えられてるっぽい。ありがとう。その通りです。そこがこの前事故があった反応層というところ。微生物って具体的にどういう微生物だ？大腸菌みたいな奴らだよな。ミジンコとかアメーバとかあとは聞いたこともないような微生物がたくさんいる。そいつらがおでいを分解してくれてます。具体的にはよく知らないけど処理のために特別によそから持ってくるわけじゃなくて、普段からその辺にいるような微生物を使ってるみたいよ。多分大腸菌とかバクテリアとか土壌に含まれてる奴らとか、処理されてる最中で自己増殖もするみたいだし、処理水も一度に全量捨てるわけじゃないみたいだから。層に残った微生物が再び自己増殖して処理を続けるみたい。なんかめっちゃ詳しいね。集金のおでいを反応層に循環させて微生物の数や水質を保ちながらやってるよ。テキストに簡単な処理上の仕組みが載ってただけだよ。そして勉強しながら俺も全く同じことを気になってたから調べたんよ。下水処理に特化した特別な微生物がいるわけじゃないってことか。うんことかの泥みたいなやつは処理の過程で薬品を入れてさらに沈めやすくする。おしっことか混ざってもうよくわからん状態だよ。川崎の事件の犯人みたいな凶悪犯の刑方法って反応層に突き落とすでいいんじゃねえの？そんな奴を殺すのに、プラントを止めるのはありえない。油とか下水に流すとどうなるの？処理場が困るの？あまり多く流されると困る。発注にタバコ捨ててんじゃねえよ。処理場は禁煙だぞ。機械屋だけど、おっさんがポイポイ捨ててたの見た時には驚いたよ。マジか。それはないな。具体的に何してんの？機械の免許？配電盤とかの整備だな。プラントの電気設備をいじってる。謎の巨大生物はたまに見ますか？見ないよ。俺は見たことないけど、タイとかが機械に挟まったりするらしいよ。詳しく。人間とか猫とかの動物が挟まるらしい。本当にたまにだけどね。幽霊はなんとなく遭遇したことある。休日はどれくらい？土日休みだよ。ちなみに今日から12連休です。羨ましいなおい。今年はたまたま休み。去年はゴールデンウィークなかったみたい。緊急呼び出しはないの？こっちのミスでなんか起きたら出動します。スイッチ持ってるの？スイッチ？ごめんわかんない。公害管理防止者水質一種ってやつじゃないかな？今の職場から食いっぱぐれたら下水屋さんに行こうかと思ってる総合。わかんねえや。俺の仕事でいるのは電気工事士とかかな。匂いが体から取れなくなるって聞いたけどマジ？だねえ。マジでくっせえところに何時間もいるし鼻も麻痺するよ。薬品はどんなのを使ってますか？水処理は凝集剤とか消化液とかかな。それぞれどんな化合物なの？ごめん、そこまでまだ詳しくない。電気屋さんなら仕方ないか。停電して変電所の点検する人かあるの？俺はまだやったことないけど、設備停止の点検はあるよ。そうなんだ。設備止まると汚水が溜まりまくるのか？どこの設備が止まるかによるけどその可能性はあるね。す、泥趣味のやつおる？さすがにいない。処理場直下の川とか水質問題ありそうで怖いんだが、クロダイとか釣れるポイントあるらしいが空気にならないような正直。大丈夫なん？運営規定に沿った水質の水を放流してるんで大丈夫だと思います。あと下水で事故って変な水が放流すると魚はとかは全滅ですね。ところどころ泡浮いてるんですがそれでも大丈夫と。仕事楽？どんな仕事も大変だと思うので、楽ではないです。でも一つ工事が終わるとやりきった感は半端なかったですね。沈めたおでいはどこへ持っていくの？
濃縮して脱水機にかけて灰にします。うちの市の下水って50キロ先の処理場に送られるらしいんだけど、そういうのって普通なの？そういうのってポンプで中継するの？異物混入でポンプ故障とか起きないの？そういう場所はポンプ所があってそこを中継して送ってます。すげえな。大量の水が50キロも先に運ばれるとか想像できん。ローマの水道とか200キロ先っつうんだからすげえ。いつもありがとうございます。以上です。皆さんは下水処理についてどう思いましたか？